今朝はこの状態で Wi-Fi ビューモニター行ってみました。ハムがこの通り長いんでね、こうガタ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 とブレるんじゃないかと心配をしておったんですが、無用な心配でござりやした。アームが長い分、微振動もどうも抑えられるみたいで、大きなギャップを超えた時にもガクンとなんか柔らかい感じで吸収してくれるんですね。なのでかなり安心して走行できます。これおすすめですよ。このタイプのマウンター売ってます。もうセッションはこれ加工してくっつけちゃいましたけど、この広いタイプね、接触面の広いタイプ、より確実にこう捉えてくれるような、こういったタイプを別のホルダーから移植しました。本来スマホの位置ここなんですよ。ですが今度からここへつけようと思います。縦でも横でも大丈夫です。かなり大きなダーンという振動においても、これがカクンとかこういう動きは全くなかったですね。かなり安心して走行できます。これが分かりましたので、このマウンターおすすめします。もちろん車の方でもね、スマホが手前に来るでしょ。このマウンターさんは腕がもう少し伸びる、こういうふうに4センチから5センチぐらいさらに伸ばすことができます。ダッシュボードから手前より届きやすい位置にスマホを持ってくることができますので、すごくいいですよ。バイクの振動で大丈夫だって言ってるんだから、車だったらもう間違いなく、ほんとブレないですね。ナビ見てる時も走行中に文字が読めますから、それぐらいこうなんていうのかな、柔らかい振動になるんですね。プロ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 じゃなくて、こう、うわうわうわんっていう、すごくいいです。おすすめのマウント方法。ここまで持ってくると、もう体を前に倒さなくても届きます。ライブビューの設置場所、改めて分かったことは、まず、中心線に、設置することです。これサイドに持ってっちゃうと本当にこれ確認しづらいです。ちょっとここへ、ちょっとここへ持ってきただけでどうも、ね、カメラこっち向いてるんだけどこっちに目線持ってっちゃうでしょ。そうするとね、なんちょっと分かりにくくなってくるね。おまけにどうしても斜めっちゃうでしょ。こういうまっすぐじゃない、こういう形になってしまうから、ちょっとしたこの角度の違いなんかで確認しづらくなります。こう中心線だと目線前向いてて、もうちょっと目線下げるだけで確認が取れますから、この水平ラインとか横を向けた時にこれがこんなになっちゃったりこんなになっちゃったりするわけでね、それも確認しながらこうやって傾けることができる。カメラここにあるからね、ふにゅーって。先ほど撮ってきた映像、このこういう振動もチェックできると思うのでご覧になってみてください。
してます。どうでした？なかなかいいでしょ新しいタイプ V リモコン、これこのタイプよりも液晶大きいのかな。それでもそんなに大きくないもんね。こっちの方が全然大きいでしょ。このサイズの差は大きいです。この下へつけちゃってもいいんだけど、もうね、炎天下でどうしてもこう光線が入っちゃって反射で見づらくなってしまったりするときは、こう下へ持ってきたりするといいかもしれない。じゃあこのダブルでダンダンと使っていけたらいいかな、今後は。ライブビューはこの方法がいいよっていうおすすめのマウント方法でした。オッ